地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は2019年8月、鹿児島市吉野町の山林で一部が白骨化した身元不明の遺体が発見された事件について見ていきたいと思います。2019年8月13日午後、鹿児島市吉野町磯地区の山中で作業をしていた男性から人骨のようなものがあると警察に通報が入りました。発見現場は JR 鹿児島中央駅から北東約5キロの山林内で、薩摩藩島津家別邸の名所仙岩園のすぐ近くでした。仙岩園は錦江湾を大きな池に見立てて桜島を望むことができる雄大な景色から磯庭園とも呼ばれ、島津斉彬が大砲鋳造のために設けた旧集成館反射炉などが明治日本の産業革命遺産の一つとして2015年に世界文化遺産に登録されるなど、鹿児島を代表する歴史観光スポットとして知られています。また2018年には NHK で放映された大河ドラマ「西郷どん」のロケ地としても登場しており、当時は特に脚光を浴びていました。一日数百から数千人もの拝観者があり、目の前を通る国道10号は鹿児島市から県東部、宮崎、大分までをつなぐ主要道路で交通量もあります。一方で周辺人口は少なく、発見現場は近隣住民でもめったに立ち入らない山林でした。不審車両の出入りがなかったかなど、周辺の防犯カメラ映像の解析が進められた結果、8月19日16時25分頃、一部が白骨化した残りの遺体を発見しました。大半が土に埋められていたことから、死体遺棄事件と断定して殺人の可能性も視野に入れて捜査が進められることになります。そして、司法解剖の結果、目立った外傷はなく死因は特定されなかったが、発見時点で死後1年は経過していないと見られていました。8月下旬には遺体着衣の一部のイラストを公開され、身元の特定が急がれました。そして9月25日、鹿児島県警は遺体の DNA 型鑑定し、歯型の治療痕によって2006年4月から志布志市で行方不明となっていた行方不明時17歳の女性 A さんと判明しました。行方不明から約13年ぶりの発見は最悪の結末を迎えることとなりました。しかし行方不明とされてからすぐに死亡したわけではなく、10年以上の間生存していたと見られることから、その間の彼女の足取りや果たして誰が遺棄したものか、さまざまな憶測を呼びました。志布志市から直通の電車こそ通っていないが、鹿児島市までおよそ 80km、 車であれば90分ほどの距離。例えば自発的な家出のほか、誘拐犯による長期監禁や洗脳状態に置かれていた、あるいは暴力団などによる人身売買ルートに流されたなどといったことも考えられました。A さんは県立高校3年生だった2006年4月初旬に行方が分からなくなっています。当時父、妹、弟との4人暮らしで、夜中に家から出ていく物音を家族が聞いていました。携帯電話や財布を持って出たことから自発的に外出したものと考えられたが、翌日以降も A さんは帰宅せず、高校から始業式に出席しなかったと父親に連絡が入り、志布志署に家出人捜索願いを提出しました。犯罪に巻き込まれた可能性がある特異家出人として受理されていたが、その後家族に元気でいるという趣旨のメールが複数回届いており、内容の一部に家族だけが知る情報が含まれていたことから、本人が発信したものと考えられていました。また離婚して別居した母親にも同様のメールがあったとされています。そのため家族は A さんが事件に巻き込まれたとは考えておらず、家出として捉え、親族間で話題にすることは避けて過ごしてきたといいます。2019年に発見された遺体が A さんと特定された際、遺族は代理人弁護士を通じ事件のことを知り、驚きと深い悲しみに包まれています。捜査を見守っていきたいとのコメントを出しました。親族の女性はおとなしく勉強もできる子だった、どこかで誰かと一緒に生活していると思っていたのにこういうことになって苦しいと語っています。
2020年4月22日、鹿児島県警捜査一課は、A さんの死体遺棄の疑いで、鹿児島市の30代、無職男性を鹿児島地検に書類送検したと発表しました。それは、被疑者は特定したが、逮捕をしないということでした。それまで発覚を免れていたものの、死体遺棄事件となったことで捜査が本格化し、当時 A さんの知人だった男性が浮かび上がりました。男性は、事実に間違いない。A さんの家族に申し訳ないと容疑を認めました。殺人を含む凶悪犯罪については、2010年に公訴時効は廃止されているが、死体遺棄であることから、3年という時効が成立した格好でした。無論、殺害についても捜査や任意の事情聴取は進められたと考えられたが、男性は殺害に関与していないと判断されました。A さんは家を出た2006年4月以前にインターネットを介して男性と知り合い、家を出てからすぐに男性が鹿児島市内に借りるアパートで一人で暮らすようになったそうです。男性は10年ほどの間、A さんが暮らすアパートを訪ね、食料や日用品などを届けていたが、2016年5月にアパート内で死亡しているのを発見しました。家出人をかくまっていたことがバレるのが怖かったとして、数日後、遺体を山林に遺棄したと話しています。県警は、A さんの死因が特定できてはいないものの、他殺の可能性は低いとした上で、男性による監禁についても認められないとし、事件を終結させました。A さんの遺族は、弁護士を通じて、犯人が処罰されないことは残念としか言いようがありません。今はただそっとしておいてほしいと思います、とコメントを出しています。A さんと男性が、どのようなサイトを通じて知り合ったのか、家で以前に面識はあったのかといったことは明らかにされていません。母親は離婚して別居。弟妹がある家庭で家事の負担や将来への不安感から、一人になりたい。別の人生を歩みたいと考えたのかもしれません。多感な高校生の時期にネット上での協力者との出会いをきっかけに家出が実行されたと見られています。素直に想像するなら、10年間もの間、男性からの支援で生活してきたものの、病気か何かで亡くなってしまったというところが濃厚です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。